尻部市の泊村周辺では北電の泊原発再稼働に向けての審査の一環として国の原子力規制委員会が周辺の地層に火山性物質が含まれていないかの調査を行っています。実際に地層を削り火山堆積物であるかどうかの現地調査を行っています。 今日からトマリ原発3号機周辺で始まった原子力規制委員会による地質調査。これまでの北電の調査によりますと、過去近隣の火山噴火では火山灰や火砕流などが3号機周辺に到達していないと報告されていることから、地層に火山性物質が含まれていないことを確認します。現在、運転を停止しているトマリ原発3号機の再稼働を目的とした 新規制基準適合性審査の一環です調査はきょうとあすの2日間で委員会のメンバーと北電の関係者が7か所の地層などを巡る予定です。